くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。個人的なクイズをですね、出し合いまして1年連れ添えば全部わかるだろうと、ブブーでございます。ブブーわかるかえんな。1年の実力見せましょうよ。これ雲後半戦ですね。はい、これはチャンス問題です。おチョモララテが一番好きなアイスの実の味の種類とは。桃。正解は濃いメロン味でした。でも正解はっていう正解でもう俺正解なのかと思っちゃった。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで何言ってるか分かんないんだ。メロン味じゃ正解じゃないの。濃いメロン味。濃いメロン味。どこがチャンス問題なの。じゃあいきますよ、6問目。ダダン。くるぶしの好きなサッカークラブはガンバ大阪ですが、高校時代に一番好きだったプロレスラーは誰でしょうか。三沢。ブブー。正解は、FMW のミスターガンノスケ選手でした。知らない。チョモララテの7問目、はい、ラッキーセブンなので、ラッキー問題となっております。デデデデ。いや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 。ぜひ当ててください。チョモララテの、現在使用しているエレキギターは、リッケンバッカーでありますが、初めて買ったエレキから数えで、5本目のエレキギターになります。初めて買ったエレキギターは、アリアプロのストラト。2代目は、バーニーのレスポール。3代目は、ギブソンの SG。4代目のギターは、何でしょう。フェンダーのテレキャスター。ブブー。違う。惜しい。あ、マジ？惜しい。フェンダーまで持てる。じゃが。正解。そうなんだ。今のじゃ、リッケンには、不満は特になく全くない。次行きますよ、7問目、ダダン。くるぶしが中学生の時おばあちゃんにねだって買ってもらったものとは。物心もちょっと突き出したね、まあ、唯一ねだったものが。わかりました。マウンテンバイク。ベベー。正解はですね、矢田亜希子さんのカレンダーでした。クロスファイヤーっていう映画があって、胸を揉まれるシーンがあって衝撃を受けて、そこからもう大ファンになっちゃって胸揉まれてるシーン。8問目お願いします。チョモララテの反省がわかる第8問、はい、左肩にライオンのタトゥーが刻まれているチョモララテでございますが、そのライオンを彫ってくれた堀市さんの名前とは。ヒントはオーストラリア人です。オーストラリア人。じゃあいきます、はい、スミス。ブブー。正解はシェーンでした。わかりましぇ。すごい繊細な絵を描く人で、あ、そうなんだ。ファーストタトゥーやし、その妥協したくなかったので、うんうん、自分がいいなと思う絵を描く人に やってもらいたかった。やっぱなかなかいなくて、まあでも通ってるうちに、うん、まあそう、どんどん仲良くなって、今度、オーストラリアからゲストの堀さんが来るけど、どうみたいな感じで見せてもらって、すごい綺麗な絵描くから、うん、俺絶対この人に会ってもらいたいっつって、うん、でもね、ごめん、もう予約いっぱいなんだよねって言われて、じゃあ、なんでそれを俺に伝えたんじゃ、ボケ、なんとかせえってなって。奇跡的に開いたんすか、その。無理やり開けてもらった感じ。もうレジェンドなんだ。レジェンド、レジェンド。ああ、そうなんだ。じゃあ次の問題、ババン。これチャンス問題です。お、チャンス問題来た。当てよう。くるぶしがある YouTuber グループとラーメン屋で隣になりました。誰でしょう。どっちやったっけな。大物ですよ。うん、そうね、大物ね、うん、フィッシャーズ。正解でございます。俺地元が一緒だよね、多分8時過ぎぐらいにラーメン屋入って食券買って着いたら、あれと思って、なんかあの太ってる子いるじゃないですか。太ってる子が最初まず目に入って、でそのラーメン屋っていうのが10人も入んないんですよ。でほぼメンバー全員いて、うわ YouTuber がいると思って、仲良さそうだなっていう感じで終わりましたけども、チョモちゃんが、当ててくれました。正解フィッシャーズでございました。フィッシャーズコラボ待ってるよ。チョモちゃん、第9問ですね。ででん。お、
紆余曲折あって大阪から上京することになりました。上京後初めてアルバイトをした銀座のカウンターバーのママの名前は、じゃあいきます、レイコ。正解はモモコでした。かわいい。じゃあいきましょう、オフ会で。高い高い、めっちゃ高いね。座るだけで借りとるね。くるぶしの、問題ですね。ババン。くるぶしが今一番抱きたいと思っている有名人は、あのヒントとしては歌手です。歌手。はい、あいこ。うわあ好きだ。全然好きですけど不正解。あ、正解はですね、椎名林檎さんです。うわ俺それめっちゃ迷って。こうベタかな思ってちょっとあいこ言ったら椎名林檎やった。長く短い祭りって歌してます？あ、分からへん。パッと見たらもう妖艶でその姿がね、うん、来るよこれ。チョボちゃんマジで、チョボちゃんもう久々にするかもしれない。じゃあチョモちゃんの、問題、お願いします。最後ラスト問題。あ、ラスト問題。チョモラテの反省がわかる、ラスト問題。ででん。お、まあ、東京に来てバンド活動をしながら日々頑張っていましたが、まあ、そんな中いろんなダクションやレコード会社からお話をいただくこともありましたが、ここにしよう、ここにお世話になろうと話をしに、恵比寿のとある事務所まで行きました。しかし、そこであった事件をきっかけに、その元々やってたバンドは崩壊への一歩を辿っていくことになってしまいますが、来たね大人に言われた衝撃の言葉とは何だったでしょうか？うち入れ墨禁止なんだよね。正解は、お前ら韓国人になれでした。どういうこと？今 K-POP しか売れねえから、お前ら韓国人になって向こうでデビューして逆輸入でこっちに入れてやる。韓国人として生きろって感じなんです。そう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 。あ、それはえぐいね。ほんでバレるでしょさすがにっつって、そんなん。結局ネックは女いらねえって言われたのがネックやった。はあ、うん、でもやっぱり5人でっていうのがあったから。そうだよね、そうだよね。答えさせてもらいました、ね、なんてヘビーな問題を出してきたんだちょこちょこ。俺最後に用意してる問題言いたくねえわ。じゃあいきますよ最後。はい、くるぶしが初めて買ったカセットは。ヒントとしてはバラエティの曲かな、あのテレビの。いい湯だな。それ買う。ブブー。正解はですね、魔法見も野望のテーマでございました。魔法見もって全然 CD で売ってなかったっけ。あ、 CD でもあったのかな。魔法見も魔法見も耳やん。あ、よかった、関西でやってなかった。どうしようと思って。チョモちゃんのバンドの話の後にこれ言いたくなかった俺。終わりましたけど、あの、ね、オフな話すると、俺きっちり問題用意してきたんですよ。チョモちゃんはね、3問しか用意してなくて、の、あとは、アドリブで今問題出してくれたんだけど、こんなに差ある問題の深さ。結果はですね、チョモちゃんが1ポイント。で、くるぶしがですね、なんと0ポイント。一番もちょもちゃんのことが分かりませんでした。今日はね、記憶に残ってるのは猫の名前がチャチャと。チャチャとシェーンです。もう分かり合えたね。分かり合えたね。はい、ということでね、あのお互いの、激ムズ問題を出し合ってみた、お送りしました。また一年ちょもちゃんよろしく。腹も増して。デブ腹揉まれるのが一番嫌いだから。